こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではあるアイテムをですねレビューしたいなと思っています。それは何かというと、ファッションアイテムかどうかは非常に疑問なんですが、マスクというアイテムですね。最近はですね、皆さんもご存知の通り、なかなか外に出づらい状況が続いているかなと思っています。とは言ってもですね、やはり食料を買い出しに行ったりしなくちゃいけないので、外出することも皆さんはあるのかなと思います。その時に必ず必要になってくるのがマスクというアイテムなのかなと思います。マスクというのはもうファッションアイテムというよりは、今のこのご時世においては生活必需品のようなアイテムなのかなと思っています。正直ですね、マスクをすることでウイルスの侵入を防ぐということ、これに関してはやっぱり賛否両論があるかなと思うんですね。マスクでウイルスを防ぐことはできないという意見も多いかなと思います。それは僕自身もよく理解してるんですが、やはりですね、マスクをするかしないかっていうところで、ウイルスの侵入というのは防げないかもしれないんですが、マスクをすることで鼻ですとか口を触るのを防ぐというような効果は間違いなく期待できるのかなと思っています。あとは周囲の目っていうのもありますよね。このご時世ですから、マスクをしている方が大半なわけで、そういった状況の中で自分だけがマスクしてないとですね、やはり周囲の方が気にされるかなというのもありますので、僕もですね、日常的にマスクは着用するようにしています。ただですね、マスクをするのも毎日じゃないですか。しかもこの問題が解決するまでどれぐらいの期間がかかるのか、まだ見通しがついてない状況かなと思います。ですので、その間毎日同じマスクをするというのも、なんとなく気分的にこう上がらないなですとか、正直僕自身もですね、通常の白いマスクに飽きてしまって、今からそうですね、1ヶ月半ぐらい前からちょっと通常とは違った雰囲気のマスクを試すようになりました。マスクといえば布製のもの、アベノマスクで配っているようなものですとか、あとは定番になっているのは不織布の使い捨てのマスクなんですけども、このどちらかを使っている方が圧倒的に多いかなと思います。ただですね、最近ではポリエステル製のマスクみたいなものが出てきていまして、これをしている方もですね、ちょこちょこと周りにも増えてきたかなと思っています。ということで、今回の動画では様々なマスクを持ってきてですね、僕は実際につけてみますので、それを皆さんに見ていただいて、どんな見え方の違いがあるのか、ファッションとの相性はどうなのかというところをスタイリストの視点からお伝えをしてみたいと思っています。今回は4種類のマスクを持ってきてるんですが、僕の中でのベストをまず決めたいと思うんですね。そして視聴者の皆さんにもぜひですね、コメント欄を使ってどのマスクが似合っていたのかというのを教えていただきたいなと思っています。僕の中での主観のナンバーワンと皆さんの中での客観のナンバーワン、それをですね、同時に決めていきたいなと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思っています。はい、ということで急遽開催が決まりましたマスクワングランプリ。一番最初に登場するのは定番のこれですね、白のマスクです。不織布と言われるもので、皆さんも一番こちらを使っている方が多いのかなと思います。間違いない定番ですよね。これをしていればまず間違いなくて、近所の人の目を気にすることもないですし、使い捨てなので衛生的にも一番優れているのかなと思います。僕もですね、これは未だに箱で持っているので、マスクの中でベースラインとして整えるようにしています。ファッションでいうとベーシックスタイルですね。定番的なものなので、皆さんもぜひ持っておいていただきたいなというものなんですが、実際に着用してみたいと思います。これはもうね、皆さんもね、見慣れている見た目だと思いますね。こんな具合ですね。はい、見た目としてはですね、可もなく不可もなくという形で、これをしていれば間違いがないかなというところですね。ただですね、このマスクはもう僕自身もですね、もう見飽きているというのもありますし、客観的に外で見ていてもみんなこれを代替しているわけなので、僕はちょっとですね、違うものをしたいなとか、ちょっと気分を変えたいなというところで違うマスクをですね、試すようになったんですね。こちらのベーシックなマスクもいいんですけど、今回はこちらファッションのチャンネルなので、ちょっとこちらとは違ったマスクをですね、ご紹介をしてみたいと思っています。今画面越しに見てみると、めちゃくちゃシュールな光景ですね。これ半年前の僕が見たら何やってんだろうと感じるかなと思うんですけども、ぜひ皆さんも最後までお付き合いいただければなと思っています。では続いてポリエステル製のマスクに変えてみたいと思います。はい、続いて2点目にエントリーしたのはこちらですね。はい、
これはですね、ライトグレーのポリエステル製のマスクになりますね。皆さんはこういったポリエステル製のマスク持っていますでしょうか？もしくは街で見かけた方はいらっしゃるでしょうか？最近はですね、こういったものもだいぶしてる方が増えたかなと思います。1年前だとか2年前ってこういうマスクしてる人ってほとんどいなかったと思うんですね。ただこの1年でだいぶしてる方も増えましたし、特にこの 1,2 ヶ月はかなりね、こういったマスクをしてる方も増えたかなと思っています。まあ、ポリエステル製ということでかなりこう伸縮性があるんですね。そしてこうタイトな作りになっていてフィット感もすごく良かったりするんですね。僕はですね、このライトグレーのマスクはですね、1ヶ月半前に購入をして実際に日頃から使っているものになります。最初はですね、正直あんまり見慣れなかったんですね。そりゃそうですよね、何十年と白いマスクに慣れてきたわけですから、まずはこの色にもですね、ちょっとした違和感もありますし、素材もですね、こういったものなんかはまるっきり経験がないので最初は不思議な感じがしました。ただですね、やっぱり慣れるんですよね。人っていうのは何度か使っているうちにどんどんそれが慣れていくものなので、今ではですね、全く違和感がなくてかなり気に入っています。ちょっと実際につけてみたいと思いますね。はい、こんな感じになります。どうでしょうか？なんかこれも不思議な絵ですね。このようにですね、かなりタイトな作りになってますね。横から見てもしっかりとフィットしてますし、上から見てもですね、隙間があんまりできないので、そういった意味でのフィット感というところは非常に優れてるかなと思います。そしてですね、通気性に関しても割といいですね。なんか息苦しい感じもないので、長い時間つけていてもそこまでの違和感はないのかなというふうに思っています。まあ、こういったポリエステル製のマスクというのは結構カラーバリエーションが豊富だったりします。定番的なのはホワイトなんですけども、僕が今しているようなライトグレーですとか、あとはもっと濃いダークグレーというものもありますし、最も濃いのはブラックですね。様々なカラーバリエーションがあるんですが、僕が実際に使っているのはこのライトグレーですね。まあ、1ヶ月半ぐらい前に買ったんですけども、当時はこれが在庫がまだあったので僕はこちらを購入をしました。色に関してはですね、白とはまた違った雰囲気ですけども、黒とかダークグレーに比べると割と色の感じはですね、そんなに色が濃すぎないので、割と肌なじみがいいと言いますか、そんなにしていて違和感がないのかなというふうに思います。まあ皆さんはまだそんなに見慣れてないかなと思うんですが、僕の中では結構これはもう定番的な感じになっていて、全然見慣れていて違和感はありません。でこのポリエステル製のマスクっていうのは、この縦のラインですね、ここにですねちょっと折り目が入ってるんですが、この線が入ることで顔がシャープにシュッとして見えるので、意外とデザイン的にも僕は気に入っていますね。ちょっと人との違いが出しやすいのかなというところで、新鮮な気分になるには良いかなと思いますので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいなと思っています。ということで2枚目にエントリーしたのはこちらのライトグレーでした。続いて3枚目に移りたいと思います。はい、続いて3点目エントリーしたのがこちらですね。はい、こちらはですね、まあ、ダークグレーとかちょっと深めのグレーですかね。まあ、さっきに比べるとよりシャープな印象になりましたよね。お洋服もそうなんですが、色が濃くなればなるほどシャープでシュッとした印象になりますね。まあ、先ほどのライトグレーに比べると色が明るいほど清潔感があって親しみやすさが出るんですが、濃くなるとですね、それだけシャープでかっこいい感じになるんですね。一方でちょっと近寄りがたさっていうところが出るかなと思うんですが、まあ、パッと見の感じはすごくいいのかなと思っています。そもそもですね、こういったポリエステル製のマスクというのが流行り始めたのがこの本当に1年くらいかなと思います。このポリエステル製のマスクが流行るきっかけになったのが、多分ピッタマスクというものがあって、そちらの影響がすごく大きいのかなと思っています。結構ですね、パッケージのデザインもかっこよくて、主に10代20代のファッションなんかが好きな方を中心に流行ったマスクなんですよね。この一連の騒動が起こる前から結構ですね、流行に敏感な人はピッタマスクを取り入れていたんですね。そのピッタマスクの中で結構人気があった色というのがダークグレーの色なんですね。今ではですね、そのピッタマスクほとんど見かけることはないです。かなり人気の商品で、なんかプレミア価格なんかもついてるみたいですね。最近はですね、楽天を見ていただくと結構こういったポリエステル製のマスク取り扱いがいっぱい増えているんですね。その中で、まあ、ピッタマスクのようなこういった深めのグレーのものもありましたので、今回購入をしてみました。僕は当初こういった深めのグレーのものが欲しかったんですけど、1ヶ月半前ぐらいの時にはなかなか楽天でも品切れで売ってなかったんですね。で最近見たらですね、このダークグレーだとかブラックも売っていまして、購入をして2日ぐらいしたら届いたので、皆さんもぜひ楽天のサイトチェックしていただきたいなと思うんですが、実際に装着してみますね。
はい、こんな感じで装着しました。今回ね、この動画の撮影のために購入してみて、今初めてしてるんですけども、どうでしょうか。かなりね、色としては濃いめで、さっきと印象が変わりますよね。よりシャープな印象になったかなと思います。今回はですね、たまたま僕はこのより深いダークグレーのパーカーを着てますので、なんとなくですね、このグラデーションで同じグレー系でまとまって、そこそこ見た目はいいかなというふうに思っています。さっきのライトグレーに比べるとファッション性はこちらの方が高くて、よりシャープでかっこいいなとは思います。僕も見た目としてはこっちの方が好きなんですけども、ただですね、これをつけて近所を歩いた時にたまたま知り合いに会ったら、ちょっと頑張ってるかなというか、ちょっとかっこつけすぎかなという感じがしなくもないですね。ですので、お出かけ用というか、ちょっと知り合いと会わない場面でするにはいいのかなというふうに思っています。ファッション性というのはすごく高いような気がしますね。ですので、マスクをしながらファッションも楽しみたいという方には、こういった色味もおすすめしやすいかなと思います。僕もですね、実際にしてみていいなと思うんですが、たまにはこれも気分でしてみてもいいかなという程度ですね。メインの1枚という感じではないですが、こういったものがあっても気分が変わるかなと思っています。はい、ということで最後4点目のエントリーはですね、こちらブラックですね。はい、まあ、結構ですね、ブラックをしている方も街で見かけるんですが、僕の中での印象はかなりいかついなっていうのがありますね。まあ、肌とのコントラストがより強くなるので、それだけマスクのインパクトが強くなるんですね。おしゃれ用のマスクしてるなって感じがより強くなるので、僕の中ではですね、ちょっと抵抗感があったんですが、まあ、ちょっとですね、実際しのごの言わずにですね、つけてみたいと思います。はい、こんな感じですが、どうでしょうか。うん、強いですね。かなりインパクトが強いですが、ただですね、僕が最初にイメージしていたよりはいかつくなりすぎないかなと思います。まあ、ポリエステルということで、素材的にもですね、そんなに光沢感が出ないでマットな雰囲気なので、わりかしですね、強すぎないかなと思っています。これもですね、よりファッション性は強くなりますし、どことなくモードな感じがするかなと思います。こういう方も好きな方もいるかなと思いますし、決して否定はしないですが、僕はですね、ちょっと気恥ずかしさがあるかなと思います。まだ正直目が慣れてないというのもあるかなと思うんですね。これしばらくしていれば一番かっこいいなって思うかもしれないですが、ちょっとですね、知り合いの前ではしづらいかなというか、ちょっと気合が入りすぎてるかなという感じはしています。まあ、見た感じとしてはシャープでかっこいいかなと思います。ただですね、こういった黒のマスクをするときには全体の着こなしっていうところは少し注意が必要かなと思います。色が薄いものであればどんな着こなしにも結構馴染みがいいのかなと思いますが、ただですね、こういったブラックですとかダークグレーのマスクに関してはファッションがベーシックな場合ですとか、柔らかい配色のものに対してマスクだけ暗いとですね、そこだけに意識が集中しがちかなと思います。ファッションのテイストとマスクが合わないっていうことが生じてしまうかなと思うんですね。ですので、濃い色のマスクをするときには今僕が着ているようなダークトーンの着こなしの方が馴染みがいいのかなと思います。ネイビーですとかブラックですとかダークグレーの色味の服とこのようなマスクというのを合わせてもらうと、意外とすんなり馴染みやすいのかなと思います。全体の着こなしに合わせてですね、マスクの色というのを変えてみるとバランスがいいのかなというふうに思っています。ブラック、どうだろうな、今のところちょっとこう僕の中では使うのに勇気がいるかなと思いますが、これはこれでなしではないのかなというふうに感じています。はい、ということで今回はマスクワングランプリということで、さまざまなマスクを実際に着用してみたんですが、皆さんはいかがでしたでしょうか。なかなかですね、こういったいろんなマスクを実際にするということは皆さんもないかなと思いますので、まあ、見え方の違いというのを理解していただけたかなと思います。ぜひ気に入ったものをですね、試してみていただきたいなと思うんですが、まあ、せっかくなのでこのマスクの中で僕の中でのベストをですね、決めたいなと思うんですが、そうですね、この中だったらやっぱりですね、ライトグレーのマスクが使い勝手がいいかなと思います。決め手となるのは色がそこまで濃すぎないので、白のマスクから見てもそんなに違和感がないというところ、そしてどんなファッションにも結構馴染みやすいのかなと思います。ベーシックな着こなしにも合いますし、モノトーン系の着こなしにも合うと思います。トレンドに寄せた着こなしにも合うと思うので、まあ、どのような着こなしにもすんなりと馴染みやすいという点でこのライトグレー使いやすいかなと思います。あとはですね、近所の方の目というところも含めて、あまり主張は強すぎないというところもポイントになるのかなと思っています。ですので、皆さんがポリエステル系のマスクとして最初の1枚を選ぶのであれば、断然このライトグレーのマスクをお勧めしたいなと思っています。そして、まあ2番手を選ぶとしたらこちらですね。
ダークグレーもちょっとこう気分を変えてみるにはいいかなと思います。僕はもうライトグレー結構使ったので、たまにはですねこういったダークグレーを使って気分を変えたいなと思っています。まあ、このウイルスの騒動結構長引いていますので、皆さんも精神的にですねだいぶ疲れてきているところかなと思います。まあ、そんな日々の中でちょっとした気分を変えてみるというのもたまにはいいかなと思います。もちろんですねベースとなるのはこちらの白いマスクだと思うんですが、たまにはですね今回ご紹介したようなポリエステル製のマスクを使っていただいて、皆さんの気持ちが少しでも上がってもらえたら嬉しいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。